今回はダイエット中の人にキノコを勧めます。毎日コメントでダイエットのご相談をいただきます。痩せたいのに食欲が抑えられない、でも痩せたい、そういった方は抑えようとすることよりも先に役に立つ栄養素を摂る方から始めましょう。不溶性食物繊維を多く含むキノコ類は胃や腸で水分を吸って膨らむことで満腹感が増して腹持ちがいいです。しかも超低カロリー。キノコをたくさん食べてダイエット中に避けておきたい食べ物が食べたくなる隙間を埋めてしまってはいかがでしょうか。調味料は塩、料理酒、みりん、醤油、粉末だし、ごま油で炒めて10分煮込むだけの簡単な副菜です。作ってみてください。